ミクロシュコンコリとヘルマンコボルトヘルマンコボルトはドイツの天文学者である。ハノーファーで父アウグストと母ドロテアの間の5人の子のうち3番目として生まれた。1877年から1880年まではゲッティンゲン大学で数学と自然科学を専攻し、1880年7月からはビルヘルム・クリンカー・フエースの下で天文学の博士課程に進んだ。 その後、現在のスロバキアのフブノボにあるミクロシュコンコリの施設天文台の助手となった。1882年にアメリカサウスカロライナ州に金星の日表通貨の観測旅行に参加して以降の数年間はベルリンでその際のデータの解析を行った。1887年にはフランスのストラスブールの天文台で勤め始めた。同年、 ドロタブラントと結婚し、その後5人の子供を設けた。1888年には家庭教師になった。1900年にはストラスブール大学の院外教授となり、その2年後にはキール大学の院外教授となった。熱心な観測によって、彼は髪の毛座銀河団に22個の道の小さな銀河を発見した。 1908年から1938年までは、天文学士、アストロノミシェのハリヒテンの発行者となった。カールライン・ムートが発見した小惑星には、1930年代に彼の栄誉を称えて、コボルダと名付けられた。1942年に、キールで死去した。コボルダイコール 1930FB、MPC、2021年8月29日閲覧。 ありがとうございます。